テリー土屋の車の話始まりました。土屋さん、はい、いよいよ2023年ですよ。ねえ、ね、だから1年ってあっという間に終わりますね。終わるし始まりますよ ね。そうだよね、うん、だって去年なんかさ、うん、ほんとあっちゅう間じゃない？1年が怖いぐらい早かったですね。ね、うん、若いですね。なんで？いや、なんかあっという間に終わるなんて。いや、まあ、あっという間に終わるじゃない、うん、ね、なんか今年だだって去年車買ったでしょ。車ね、買ってましたね。テリーさん、山のように、うん、3台買いました。3台結果3台ですか、うん、かーすごい。バカですよね、うん、今年また何か買うの？今年はね、あ、買う可能性あります。何、どんな車？あのねどんな車なの？いや、こんやつは普通のやつ、うん、庶民的なやつ。あ、そう、うん、変な車じゃない？変な車、もう変な車だらけで、まともな車はないんで。いいね、うん、土屋さん、はい、今年のちょっと抱負教えてください。あ、今年の抱負は、夢でも何でもいいですよ。まあ、あの本職がやっぱりレースなんで、うん、やっぱこの鈴木アグリのチームをね、うん、ARTA 去年踏んだり蹴ったりも、うん、もうなんか大作家じゃないかっていうような2022年だったから、うん、はい、今年はね、うん、やっぱり今まで通り ARTA は最終戦まで2台でシリーズチャンピオンを争うような、うん、そういう1年にしたいと思います。いいですね、いいですね、熱いですね。どうですか、じゃあ僕はテリーさん、シンデレラ城みたいなところに住みたいなっていうのが、ほう、なんかわかんないけどこういう感じのね、王子様の格好にして新年早々そのラブホに行きたいみたいな。ラブホ、ラブホじゃないから、本当のシンデレラ城みたいなのに住みたいなと思って。ああ、なるほどね。吉田さんは、うん、いや、私縦列駐車できるようになりたい。あ、ね、今時の車ってみんなこうピッて押せばこう駐車してくれるの？え、自動でですか？うん、あとはモニターがついてて、上から見るのと側面からのカメラと、だからもう簡単にここを見ててバックできるから、今の車って。あれができないんですよ。そのここにこの線通り行きなさいっていうのが出るじゃないですか。あれができないんですよ。あれがんんんんってなるんですよ、なんか年いや、逆にあ、多分中連中車で車に委ねないんですよ。あ、そっか、自分で触っちゃうから。そうだと思うよね。なんか、え、は、え、右、左、不安だからですよ。あ、じゃあ、うん、もうバックを自動でやって車買った方がいい。もうそれもありますよね。ボタンを押せばバックして、それがいいです、それ欲しいです。それ何の車ですか？それあるんじゃないですか。あ、その車ね、ある自動車メーカーがあるよね。やってますね、はい、そうですね。呼んでみようか。さあ、今日は何ですか？今日はですね、うん、最近のちょっと SUV 人気についてちょっと行きたいんですけれども、はいはい、うん、どういう SUV がお二人好きでです、好きとかありますか？ああ、俺はね、やっぱスポーツ系が好きだね。例えば車種としては？まあ、ホンダで ZR-V っていうのが去年発表されたんだけど、うん、だけどまだ見てないから、まだ出てないですよね。そう、CR-V かなっていう感じ。うん、あ、これですか？そうですね。これはね、割とSUV の中ではちょっと足固めの、うん、だからもう本当にこうスポーツ性を重視した SUV、うん、まあでもね、人気ありますよね。ありますね、うん、結構ね、ホンダ系のレーシングドライバーこれに乗ってるんですよ。あ、そうなんですか。そう、ヘリさん、なんかありますか、好きなタイプの SUV、うん、なんか僕はね、レンジローバーが、これ締めたレンジローバー、そっ高いじゃない、ちょっと。いや、もうもちろん値段はともかくとして、今までの最近の車ってどうしても顔がこわもてじゃないですか、うん、でこれは本当になんかシンプルだし、うん、レンジやっぱすごいなと思ったのは、うん、5年ぐらい先を行ってる、作ってますね。他が例えば、まあ、それこそ中国とかね、うん、姉辺の人に合わせてる、うん、まあ、ちょっとオラオラ顔が多いじゃないですか、うん、でもこれそんなんじゃないという。あ、だからレンジなんだ。なるほど、なんかかっこいいなと思って。これ特に、ね、これはないんですけども、後ろ姿がね、テールランプがろうそくみたいに小さいんですよ、うん、最近の流行りはこう横にこうスーッと一本、ポルシェなんかもそうですけども、ポルシェ、アウディ、うん、みんなそうですね、うん、でもこれ縦にこの細いろうそくみたいなのが、うん、やはりイギリスの車っていうのはロールスロイスとかを知ってるから、うん、なんか本当の意味の高級さっていうのが分かってるなと思って、だから最近ホンダがちょっとこういうの真似してますけどね、うんうん、ステップワゴン、センスいいなと思いますよね、うん、はい、はい、吉武さんは、
な、わかんない。わかんない。わかんない、なんだろう。いいですよ。わかんない。それはわかりやすい答えだ。わかんないな。なんか食べたいんじゃない？煮物とか。くるくるまで？なんかね、こう車の中でサウナが入るとかそういうやつが好きなんじゃないですか。それキャンピングカー好きですか。そうそう、キャンピングカー好き。じゃあいきますよ、はい、今回はですね、はい、最近最新モデルが発売された日産エクストレイル特集です。はい、いいですね。はい、エクストレイルはですね、日産が2000年から販売しておりまして、はい、普段使いからオフロードまで幅広く使えるミドルサイズの SUV、うん、最新モデルはその4代目ということになります。大人気ですよね。はい、ということでですね、今回は日産自動車チーフビークルエンジニア中村さんにお話を伺いたいと。僕は実はね、エクストレイルの初代に乗ってるんですよ。で2代目も乗ってます。で3代目から乗んなくなったんですよ。なんで、なんで、うん、おそらく多分これ日産の意向だと思うんですけども、それまでもちょっと意外と例えばなんだろうな、あの最初のやつってハンドルがね、この、はい、なんかこうスノーボーやるときにこの脱ぎやすいとか、すごく意外と若い人に合わせた部分があったと思うね。で一緒だと、そこで終わるんじゃなくて、もうワンランクいくってね、まあ車メーカーどこでもやるんですけども、次のステップを狙うと豪華になってくるんですよ。で僕はその時にあれ、もうちょっと普通にシンプルのエクストレイルが好きだったんで、あーちょっとなんか自分じゃなく、ちょっとなんかちょっと遠くのとこ行っちゃったなっていうのがあったんで、高級感が増しちゃったんだ。まあ、それはまあそれを良しとするのか、もうちょっとなんていうかな、僕はもう鎌倉に住んでるから、鎌倉のそのサーファーの人たちがみんなもう荒っぽくガンガン乗ってるエクストレイルを見てるから、ある時から高級になっていくる。これエクストレイルだけじゃなくて、意外と宿命なんですよね。いいですね。これは今回はですね、初代から振り返っていきたいと思いますので、はい、じゃあまずはその初代エクストレイル見ていきたいと思います。2000年に登場、こちらです。かっこいいですよね。これショックでしたね、僕。ショック。だってこんな車なかったから。世界的にないですよ。はあ。それまで実はそれこそボルボとかね、そういうなんかをもうちょっと箱型っていうかあったけど。日本でこんな車作れるのかなって、でもそういう意味で言うと、この初代エクストレイルっていうのは本当にもう革命が起きたような気がしました、ね。これどうだったんですか。はい、タフギアっていうコンセプトですけど、まあ、もう少し細かく言うとですね、4人の人が快適に200万円ぐらいで、使える4駆と、まあ、というコンセプトで開発をしてきた車になってます。あ、そうですね。はい、なのでまあ4駆ですね、なんですけど、いわゆるその、まあ、まあ、他社さんですけど、ランクルとかですね、うちで言うとサファリみたいな、ヘビーデューティー、もうこういう砂漠なんか走るような四駆ではなくて、もう少し、まあ、軽めの、カジュアルでね、はい、カジュアルに乗れる SUV ということを目指して開発をしてきています。ね、だから時計で俺 G-SHOCK とかあるじゃないですか、ああいう感じで、なんかその高級じゃないけど、なんか若さがあるとか、ああいうテイストのものだったという気がするんですよ。はい、まあそうですね。では2代目になっていくと思うんですけども、じゃあ2代目見てみましょうか。はい、こちら、はい、まあ、2代目は先ほどの初代と、まあ進化、正常進化って言ってるんでしょうね。コンセプトはキープコンセプトになってます。で四輪駆動でいくとですね、まあオールモード四輪駆動といってですね、前輪から、普段 FF なんですけど、路面の状況に応じて、後ろ側にトルクを上げスプリットするような、まあ、実は元は R32 の GTR のアテサから来てたんですね。トルクスプリットですよね。はい、ボディも軽かった。そうですね。はい、まだね、幅もまだ、まあ、1800いかない、1785とか、そうですね、そのぐらいのサイズ。でもまたね、この赤が似合ったんですよね。そうですね。はい、なんかこういうので苗場とかさ、志賀高原に乗っていくと、おかっこいいなって。だから本当になんていうかな、ヨーロッパ車みたいな感じの、なんか時代をこのリードしていたエクストレイルは、そういう本当になんか憧れだったような気がしますよね。まあタフギアなんで、まあ、道具っていう意味なんですけど、ね、丈夫な道具と、道具な、はい、いやだからトランクなんかもそうですよ、もう濡れても泥でも全部こう水でホースで洗える、はい、だからそこスキーやる方とかサーフやる人たちにとってはエクストレイル憧れの車さん、もう濡れたままバーンかっこよかったよ ね、ウェアも中でみんなそれこそさ、ウェットスーツとさ、ね、着替えたりして、
本当に青春の匂いがする車だったような気がする。では、うん、3代目見てみましょうか、はい、こちらです、うん、はい、まあ、あの3代目はですね、タフギア、まあ、あのキープしているつもりでいたんですけど、うん、まあ、テリーさんおっしゃっていただいたちょっとですね、あの先進技術加えた、うん、まあ、多少上質さも、ね、まあ、振ったコンセプトで、うん、まあ、先進技術をいろいろ取り込んでいっています、うん、あの例えばですけど、インテリジェントライドコントロールといってですね、うん、まあ、タイヤの回転数を検知しながらですね、トルクをコントロールして、まあ、いわゆるフラットライドみたいなコントロールを、うん、ちょっとですね、あんまりこう、あ、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとあの目立たないんですけど、地味だったりするんですけど、うん、先進技術をいろいろ織り込んでみたりですね、まあ、3代目はハイブリッド、うん、ちょっと遅れましたけど、まあ、ね、投入をしたり、これも海外ではすごく評判が、まあ、そうですね、はい、アメリカ、中国では非常に、うん、ね、そうですね、はい、うん、お前ちょっと大人になりすぎちゃったんじゃないのみたいなところがあったんですよ、うん、3代目に関して言うと、はいはい、そこで僕もあれと思ってちょっと僕あのジープに行っちゃったんですけどねこれであのラングラージープに乗り換えちゃったんですけども、まあ、ちょっとそこの境目がねあったような気がしますね、うん、そして、まあ、次がもう新型になるわけですけれども、うん、こちらです。はい、まあ、これもですね、あのタフギア、それから先進技術といった、まあ、今まで見ていただいたあの歴代のエクストレイルの DNA を引き継ぎながら、今回はですね、上質さを兼ね備えている、兼ね備えているってとこがあの、まあ、ミソかと思っていて、あの今までの DNA 捨てたわけではないです、うん、でなんですけれど、上質さもあの兼ね備えた、新しい SUV ということを目指して開発をしてきています。あのこの4代目になって、はい、このあの三菱アウトランダーと共同開発してますよね。はい、うん、はい、そうですね。そうですね。はい、でこれあのプラットフォームが一緒。そうですね。ですね。はい、で三菱の方ですとプラグインがありますよね。はい、プラグインハイブリッドがあってこっち側は e パワーなんですけども、ね、なんでこのエクストレイルに、はい、あのプラグインは採用しなかったんですか。まあ、そこはですね、まあ、日産 の, あのポリシーというと、まあ、あれですけど、あの2代前の、まあ、先代のノート以来、日産としては e パワーを、うん、まあ、電動化のキーの技術だというふうに据えて開発をしてきています、うん、まあ、ということもありまして、まあ、日産としてはですね、電動化はとしては e パワーを使っていくと。あるってどういうふうに共同開発というか、それぞれの秘密があるわけじゃないですか、まあ、得意分野も、はいはい、どういうふうになんていうのかな、お互いに手の内を見せるんだけど見せないところもあるわけですよね、うん、あります。まあ、なかなか微妙なところがあってですね、まあ、例えばそ、まあ、プラットフォームの部分でいうと機関のところは結構、まあ、一緒にするんですけど、最後の作り込みのチューニングのゾーン、例えばサスペンションでいうとあの大きなコンポーネント一緒なんですけど、最後、ダンパーのチューニングで乗り味変えるようなところ、それは当然それぞれ の持ち味ありますよね、はい、で変えて、まあ、それで随分あの乗っていただくとですね、あの印象変わると思うんですけど、うん、変わってると思うんですけど、はい、というようにそのキーのところはあの共通化しつつもですね、それぞれの持ち味をこう出すようなところは変えていくというような開発をやってきています。あの出来上がるじゃないですか、はい、でおちょっとお前乗ってみるか、アウトランダーっつって、はい、あれうちよりいいじゃないかってことか、うち負けたとかなんかそういうのあるんですか。あの、まあ、それ難しいところで、まあ、あのある部分見たらば、うん、あ三菱さんよくできてますねっていうところもありますけど、うん、まああのまあ、お互い様で、あのエクストレイルもここの部分は負けてますっていうのはもちろん、うん、まあ、そういうのってあって、まあ、叱るべきというか、まあ、そのため の, はい、あのアライアンスです。そういうのって面白いですよね。面白いです ね, ね、はい、だってお互いでさ共同でやってると言ったってさ、三菱はそれこそライモでさ気づいたね、うん、そうですね、はい、まあ、すごい能力がありますね。まさにあの今おっしゃっていただいたその四輪駆動、まあ、この後もちょっとご紹介しますけど、うん、日産は e フォースと言ってますけど、うん、その四輪駆動 の, あの味付けの仕方っていうのが、うん、もう典型例だと思います、うん、あのアウトランダー運転していただくとそれこそランエボの DNA じゃないんですけど、うん、ね、ガッと曲がっていっていくんですけど、まあ、うちは先ほど申し上げましたけど上質さっていうのを狙って開発してきてますので、うん、そこ の, あのハンドリング良くなっていると、まあ、自負してはいますけれども、うん、あの乗り付け味付けっていうのはあのアウトランダーとは異なったものに出来上がったんじゃないかなというふうに、例えばアウトランダーはどっちかというとこのランエボの技術を結構応用してるんですよ。あ、なるほど。で日産の方は
そのさっき言ったように32 GTR から培ってきてるトルクスプリットをうまく使ってる、うん、なるほど。だからもうコーナリングが違うよね。ハンドル切ってからのアクセル入れてオフにしてっていう、その動きがやっぱ違います。そのメーカー色が出てる。あとまあ雪道とかね。ああそうですね。変わる、ね、雪道はなんかね、うん、これはあの顕著に違いが表に出てきますので、うん、楽しみねこれね。ではですね、うん、この新型のエクストレール、うん、持ってきていただいていますので、うん、見てみたいと思います、はい、では新型エクストレール見てみましょう。こちらです、はいはい、変わりましたね中村さん、はい、よろしくお願いします。一番なんかセールスポイントはどういうことですか。エクステリアではですね、まあ、我々に、まあ、二刀流とか呼んでますけど、タフさと上質さを兼ね備えた、うん、デザインを、心がけて、開発してまいりました、うん。まあ、シルエット見ていただくとですね、まあ、初代2代目のタフというか、うん、箱型に近い、はい、フォルムを、持っているんですけれども、うん、e パワー力強さと、はい、あと静粛性を同時に満足させるということで、可変圧縮比のターボと組み合わせた初めてのタイプの e パワー、それからですね、この車4輪駆動車でリア側にモーターを追加して、それとブレーキ、車種を連動させてコントロールできますので、もちろんオフロードや雪道での走破性だけではなくてですね、オンロードでのハンドリングの良さですとか、あるいは乗り心地の良さと一定なところも達成することができたというふうに考えています。あ、なんか上質だね。うまいね。だけどこの辺の処理が、うん、なんかちょっとね大人っぽいですよね。広く感じますよ、うん、すごく、うん、はい、綺麗。車幅は、車幅はですね1840なので、まあ、全型 T32 というんです。これから20ミリ、まあ、2センチですねほどは広げていますけれども、うん、まあ一般的なこのサイズの SUV からするとちょっと小さめぐらいの、ベストサイズかなという形で考えています。中の色も可愛い、ね、これ色は選べるんですか。選べますね、はい、これはですね、はい、オプションのちょっとお高いタイプの、お高い方、はい、お高い方なんですけれど、これでいくらなんですか。これ、まあ、いろんなオプションついちゃってますけど、はい、この仕様でいくとですね500万円ぐらい、ちょっとこれじゃなくてオプションがないタイプ のスタートでいきますと、このグレードですと450万円です、ね、500万のね、まあ、SUV だからね、そうそう、まあ、スタートとしては300、肉ですけど320万円ぐらいからスタート、うん、あー、なるほど、はい、あ、これ、はい、おー、はい、もう広い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 、うん、広い、2列シートと3列シートがあります。はい、あります。このグレードは2列だけですけれども、うん、中間のグレードには3列シートの車もご用意して、大家族はね3列だよね、うん、僕は個人的にはもう2列で十分なんですよ。十分十分、全然十分、ね、うん、全然十分。これこうやるとかなりフルフラットに近いですよね、はい、フラットになるように、まあ、気を使って設計をしてまいりました。そうですよね、はい、寝れる、うん、もうこれ結構今さ車中泊多いじゃないですか、うんうん、そうなるとこれで本当にちょっとね薄いマットでも引いても十分になんか楽しめるから、ね、全然いいでしょ。もういいですね。ねえ、ちょっと乗ってみたいですよねこれね。いやー静かだ、はい、なんとも本当ですね、静かですね。あ、で乗り心地優雅だ、なんか雑音みたいな音が一切しない、ない、ない、まあ、これが一つ本格 SUV に加えて上質さというのを狙って開発を、うん、していますけれども、この演出のためにはこの静かさというのが一つ大きな要素だというふうに考えています。そうだよね、重要だよね、質感高いよこれ、この静粛性は。エンジン回らないんで静かなので、いろんな音がしないように、うん、ドアのガラスも、あるいはその遮音ってさっき言いましたけれど、みんなところに気を使ってますね。遮音すごいなこれ。なんか部屋でいう二重扉になってるかのような、あ、そう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 、静かさがありますよね、はい、そんな感じそんな感じ。まもなく高坂橋を左方向です。この子うるさいですね、すいません。まあ小さくするのは、ね、いや私その子いりますね、私だったら。あ、そう、いや画面そんだけ広いのいいなと思いますね。いや、いいよ、はい、で、はい、この高さがいい、視認性がいいんだよ。これより高いともう邪魔になる。確かに確かに。関越自動車の入り口です。トルクあるな、はい、これって燃費はどうなんですか。
18.4 ですね。はい、まあ、前型の14弱からは、まあ、随分改善してるんですけど、ね、全然改善してますよ。レギュラーですか？レギュラーです。まあ、1.5 リッターなんで、あのターボつけてますから、まあ、あの一応税金も多少お安くなってます。そうだよね、はい、ダウンサイジングだとやっぱ税金安いもんね、はい、その分モーターで稼いでるから、はい、全然パワー、トルクは十分、ね、はい、トルクは十分ある、本当に。さあ、もう居心地良すぎでしたが、いかがでしたか？快適、ね、快適でしたね。もう運転してると俺って金持ちかなってちょっと勘違いする。いや、でもそのくらい本当になんかこうちょっと優雅になった感じ、うん、室内のデザインもうまいしさ、うん、でこう乗り心地なんかさ、うん、すごくしっとりしてるし、うん、ね、うん、で広さも全然圧迫感ないし、うん、で運転してると視認性すごくいい、まあ、人気出るわけだよね。だってこんなでかくて重い車が18、はい、すごくない、うん、あと安全のね、方も、はい、プロパイロット、ね、プロパイロットもあるし、はい、ブレーキもね、はい、マージンシーブレーキもつきます、うん、ということで、はい、車でした、はい、車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。